はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。第3次スーパーロボット対戦 Z 煉獄編、では第13話ですね、進んでいきたいと思います。ブルーたちの状況は未だに生体機能の不調が続いています。おそらく敵は人体を攻撃するナノマシンを散布したと思われます。特に敵の攻撃対象として設定されていたと思われる3名のリアクターの症状は深刻です。これなんて読むのなんとかのまかつ、サソリの毒か。隊長がもしもの時のために我々をバックアップ要員として待機させておいたのが幸いしましたね。だが我々はレッドを失った。あいつも本望だったと思います。隊長を救うことができて。ですから隊長、我々を導いてください。ブルーたちに使用した医療用のナノマシンの状況は、効果を発揮するには時間がかかりそうです。そして体が回復したとしても裏切りには心に大きな傷を残す。くだらないね。オリオン、お前も裏切るだろ。どうせ期待を寄せるからこんな結果になる。最初から他人に何も依存しなければ傷つくこともないのに。君の持論は後で聞かせてもらおう。まず私が問いたいのは、なぜ君が毒の影響を受けていないかだ。それを言うなら僕も知りたいな。あんたが無傷でいる理由を。いいだろう、質問を打ち切ろう、オリオン。だがこんな状況だ、君には私が直に監視につく。僕のことも疑っているのかい。当たり前だろそうではないさ、君がサイデリアルと戦っていたのは事実だ。どうだろうね、まだ猫をかぶっているだけかもしれないよ。これも読めない。路惑的な物言いは好きではないな。誰かに好かれようなんて考えたこともないよ。君はサルディアスとクラビアの裏切りをどう見る。確かにこちらの戦略が敵に漏れていたのは事実だろうが、内通者とは違うように思える。どういう意味だ。あそこまで僕たちに密着していたんだ。殺そうと思えばいつでも僕たちを殺せたはずだ。我々は泳がされていたと言いたいのか。かもね。だがそうだとしたら随分と無駄な損害を出したものだよ。これ以上は本人に聞いてみるしかないね。そうだな。ああやって正体を明かした以上、奴らは僕たちを放っておかないだろうし、ましてや節子たちが毒に侵されているこのタイミングを逃すわけがない。隊長、敵部隊の接近を感知しました。来たか。さて病人を抱えてどこまでやれるかな。第13話、迫る猛毒。状況は完全に包囲されています。この状況では離脱は不可能か。すまねえな、アドベント、完全に足手まといになっちまって。せっかくあんたが呼んだクロノの皆さんも俺たちの介護要員とはな。お気になさらないでください。我々は隊長の命令に従うのみです。敵部隊、包囲の輪を狭めていきます。少しの隙もない徹底的な布陣。クソ、指揮を取ってるのはギルターのような自意識過剰の間抜け野郎とは違うようだぜ。だがやるぜ、レッドとグリーンアースの弔い合戦だ。おお、本当に囲まれてるな。お待たせしました皆さん。おっさんか。いや、ギルターさんが私のシャウラスリーダーに、シャウラスリーダーを雑に扱ってくれましてね。おかげで修理に手間取り出撃が遅れてしまったわけなんですよ。これがサルディアスさんが私たちを。クラビアはどうしている。あの方は我々のお姫様みたいなものですからね。こんなところにご足労を願うわけにはいかなかったんですよ。もしかしてクロウさん、クラビアさんにお会いしたかったと。ふざけんじゃねえ。声に力がありませんね。毒のせいですか、それとも精神的なショックのせい。まあその答えはどうでもいいですけどね。サルディアスさん、あなたは内定のために私たちに接触したのですか。ええ、もし脱走兵である私を受け入れられなかった場合、別のパターンに潜入者を立てるつもりでした。指揮官がわざわざスパイをやるとはな。アンタレスってのは随分と人材不足のようだ。いやですね、それだけあなたたちを評価していたんですよ。小賢しいって言葉がぴったりのギルターさんにはとても任せられない任務です。その軽口、敵に回ったらムカッパラが立つだけだぜ。すいませんね、生まれつきこういう人間なもので。
さあ同窓会トークもここまでにしましょう。あんまり時間をかけると皆さんの体調も回復してしまうかもしれませんからね。こちらのダメージは把握されているか。ち、口調と性格はともかく本気を出してきたってわけかよ。各機は互いの死角をカバーしろ。リアクターを守り敵指揮官を叩く。さてどこまで踏ん張れますかね。7機以上、6ターン目を迎えればとりあえず勝てるのか。どうしようかな。そうすると気力は70か。とりあえずこいつをここにくっつけよう。でどうしようかな。森で迎え撃つか。まあいいや、とりあえずこのターンはこれで終わりましょう。ペインシャウターはもう絶望的に使えないからな。お、なぜか量産型アスクレプスがついてる。当たるなマジで。いて、こいつにはあいつがついてんのか。監視するって言ってたからな。よし、ここでちょっと精神コマンドを使いつつ迎撃しましょう。うわ使えない。全然ないんだけど。マジか。ちょっとブルーにしとこう。じゃあ集中かけて、ディメンションリベレーターで倒せるやつを倒す。え、倒せねえの。精神コマンド使えないのが痛い。とりあえずひらめき、リベレーターで減ってるやつ。一応腹痛が使えるけど、集中、ブラックが集中使えるな。ディメンションディベレーター、こいつらは集中がない。ちょっときついなこれ。暗い。普通に森に降りた方が良かったかな。みんなアックスレプスになってるし。リベレーターで行きましょう。なんでフォールディングスマッシャーを使うんだ。エネルギーの節約かな。あと1回しか使えないからな、リベレーターが。もう1人で7機とかっていうのはちょっといいかな。普通に倒せるやつからどんどん倒していきましょう。うわー勝った1700。次勝ったらこれ落ちるぞ。ちょっと一旦セーブをかけときましょう。で、こいつなんかパーツ持ってる。プロペラントタンクかよ。どうしようかな。根性持ってますね、根性。こいつ集中クラスが使える。これは全然無理だな。集中クラス、
ことあるな。で、タックコマンドでマルチアクションを使いましょう。で、こいつを倒せるっしょ。マルチアクション使える。でも敵がいない。敵が4300は厳しいからな。で、じゃあこいつほい。リベレーターね。リベレーターは無理だな。こいつもリベレーターだったらなんとかなりそうかな。よし、マルチアクション食らえ。 OK、 ペース。さすがですな、アドベント隊長。あの人どうにも気になりますね。リアクターの皆さんとは別にチェックが必要です。褒められた。それだけ。センターで、いや、ワイド行くか。おー、倒せた。よしよしよし、こいつもリベレーターが打てんな。右側から倒すか。 OKOKOK、 一回リベレーターが打てる。そしてワイド。よーし、だいぶ減らしたな。マルチアクションがだいぶ役に立ちましたね。煉獄編で初めて使った気がする。あとは反撃で死なないことを祈る。まあ、集中プラスがかかってるんでブルーは大丈夫でしょう。来るか。うまいと。強い。アシスト攻撃が強いんだけど。とりあえずみんなマキシマムクレイプは打てますね。ホールディングスマッシャー、ワイド。で、とりあえずガンレオンは修理に入りましょう。今レンタンか。ディメンションリベレーター 41% かわせ。当たったか。それで5ターン目。こいつらは倒せそうだな。グッバイ。で、あとはこいつもリベレーターが来てるけど、多分上のやつは倒せないんだろうな。うお、当たった。で、ガンレオンはちょっとやっぱり回復に入りたいから、それで大丈夫でしょう。 OK、 倒せるかなこいつ。あ、6ターン目を迎えるだっけ。さすが皆さんです。追い詰められるとその強さはさらに 高まりますな。クソ、褒められても。なんて読むのこれ。勝った時も嬉しくないぜ。ですよね、さっきのはいわゆる褒め殺しですから。そういうわけなんで増援です。いっぱいいる。指揮官機的なのが。サディアス将軍、ただいま到着いたしました。しっかり働いてくださいね、ギルダーさん。そうしないと内定任務中の私を本気で殺そうとしたこと思い出しちゃいますよ。クソ、まだあれだけの数がいたなんて。隊長、敵の包囲網が完成する前に離脱する。活気続け。ギルダーさん、分かっております。カッキ、奴らを逃がすな。
く。節子小原、貴様は私の手で捕らえる。いかん。く。アドベント、貴様また私の邪魔をするか。貴様が現れてからろくなことが起きない。まずは貴様から始末してやる。そうはさせない。な、何？君の隙にはさせない。おお私は私の使命を果たす。今目覚める。これこそが私の喜び。微妙な感じですねあんまり強そうな感じはしない。うわアドベント、すげえ。もしかしてあれがアスクレプスの本当の姿か。くっ、副作用。この音、時空振動か。これもアスクレプスの力か。くっ、うわここはどこだ。とりあえず3人。ここは俺たち、さっきの時空振動で飛ばされたのか。見てダーリン、海が青いよ。本当だ、緑じゃねえ。今現在地を確認しました。ここは私がいた方の地球です。じゃあここが青の地球か。待て、アドベントがいねえぞ。あいつどこか別の場所に飛ばされたのか。これはアドベントか。いえ違います。これはお、ガドライトじゃん。いいんだよ、時空振動が起きたんで奴らが帰ってきたと思ったらとんでもないゲストの登場だ。あれは言わなくてもわかるぜブルー。あれは私たちと同じスフィアリアクターか。その通り、俺の名はガドライト・メオンサム。いがみ合う双子のスフィアリアクターだ。え、ここでどうすんの終わり。とりあえず時空振動が起こって青の地球に飛ばされたところですね。こいつらは一緒にいる。オリオンはアドベントと一緒にいたからついてきてはないですね。76,000円か。どうしようかな。3段階こい、こいつ4段階、こいつ3段階と。こいつらがな、いまいちなんだよなこれでいいかな。強化パーツが多分だいぶ余ってるかな、そうすると。というところで、では第13話はこれで終了したいと思います。